お世話になっております、マサルです。今回は TLS について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず TLS とは何か概要をお話しします。その後に TLS ハンドシェイクの流れを見ていきましょう。それでは始めます。 TLS トランスポートレイヤーセキュリティは、インターネットなどのネットワークにおいてデータを暗号化して安全に送受信する方法の一つです。TLS で実現することができる機能は主に4つです。まず暗号化機能、パケットを暗号化することで盗聴対策をすることができます。次はサーバー認証、接続先のサーバーが正規のサーバーであるかを認証することができます。次はクライアント認証、サーバーに接続してきたクライアントが正規のクライアントであるかを認証します。最後が改ざん検出機能、パケットの改ざん有無を確認することができます。この4つの機能を使って TLS は安心安全にデータの送受信をすることができます。 TLS の通信を実現するために、お互いが制御情報を送り合う TLS ハンドシェイクを行う必要があります。現在最もよく利用されている TLS 1.2 の TLS ハンドシェイクの流れを見てみましょう。まず最初に TCP の 3-way ハンドシェイクが行われます。その後から TLS ハンドシェイクが始まります。まずクライアントはウェブサーバーに対してクライアントハローを送ります。このメッセージの中には、クライアントが利用することができる暗号方式の一覧、いわゆる暗号スイートが含まれます。サーバーはクライアントの暗号スイートの中から、サーバーも利用することができる最もセキュリティ強度が高いものを選んでサーバーハローを返します。その後サーバーはサーバーサーティフィケートでサーバー証明書をクライアントに提示し、サーバーキーエクスチェンジで暗号化通信に必要な情報を送ります。クライアント認証が必要な場合は、サーティフィケートリクエストによってクライアント証明書の要求を送ります。そしてサーバーハロー段で通信を終えます。この後はクライアントの番です。クライアントはクライアントサーティフィケートによってクライアント証明書を送り、クライアントキーエクスチェンジで暗号化通信するための必要な情報を送ります。そしてサーティフィケートベリファイによってデジタル署名を送ります。その後チェンジサイファースペックによって暗号化通信に切り替わることを通知します。最後にフィニッシュドでクライアントからの TLS ハンドシェイクの終了を伝えます。サーバー側もチェンジサイファースペックによって暗号通信に切り替えることを通知し、フィニッシュドでサーバーからの TLS ハンドシェイクの終了を通知します。これらの TLS ハンドシェイクでお互いを認証し合って、暗号通信や改ざん検知に必要な情報のやり取りを行います。なお今回お伝えしたのは TLS 1.2 の場合です。最近利用されるようになっている TLS 1.3 は別の TLS ハンドシェイクになるので注意してください。それでは今回は TLS について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日です。全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。今回は TLS について勉強しました。 TLS によって構築されたセキュアな接続の上で HTTP 通信をすることを HTTPS と呼ぶのですが、この HTTPS を利用した DOH が注目を集めています。これまでの DNS はトランスポート層に UDP を利用していたので、なりすましが発生しやすい状態でした。そこで DOH を使ってなりすましを防ぎます。 HTTPS は認証機能がありましたよね。認証機能を利用することによって成りすましを防ぐことができますし、さらに通信は暗号化されるので安全性を高めることができます。現在主なパブリック DNS は DOH が利用できるようになっています。 DOH を利用するときには一つ注意点があります。パブリック DNS をそのまま IP アドレスで指定しても DOH は機能しません。 HTTPS を使うので、ブラウザで設定変更して DOH を利用できるように設定変更する必要があるので覚えておきましょう。